エディット・クレッソンは、フランスの政治家、第12代フランス首相などを歴任した。性の読み方は、フランス語ではクレッソンが近いが、日本語メディアでは、クレッソンと紹介されている。日本では口述の対日批判発言で知られる。1934年1月27日に、パリ近郊のブローニュイコールビアンクールに誕生する。 旧パリ女子高等商業研究院を修了した。1975年に社会党に入党し、1981年にビエンヌ県議員、1983年にシャテルロー市長。国政ではフランソアミッテラン政権下で1981年に農商として入閣し、1983年に通商観光賞。 1984年に産業開発通商賞。1988年から1990年まで欧州問題省と閣僚を歴任した。1991年5月にロカール首相の公認の首相に就任。首相在任中、内政では農産物問題で農民デモが頻発し、外交では日本人は黄色いあり、 世界を征服しようとしていると発言して、日本政府からの公式抗議を受けた。1992年4月、地方選挙で、社会党が敗北した責任を取って辞任した。1994年に、e、EU の欧州委員会で科学、研究開発担当委員に就任したが、かつて市長を務めた、シャテルローの住民である司会の便宜を図って、 空の書類を偽造した不正を求断され、1999年に辞任した。2004年7月19日、欧州委員会はこの事件でクレッソンを欧州司法裁判所に提訴した。既婚で娘が二人いる。プラザ合意後の1980年代後半に、日本企業は円高を利用して、欧米の有名企業や土地を次々と買収しており、 世界的にジャパンバッシングの風潮があった。その中で元々白人エリート色の強い社会党からの首相であったクレッソンはヨーロッパとアメリカが提携して日本人を潰すべしといった日本を嫌をする発言を繰り返し日本のマスコミでも報道された。日本においてクレッソンに対する批判的な風潮が派生したのは1990年1月10日付。 ラトリビューンによるインタビューを1月13日付け、け朝日新聞が報じた、日本は、敵、規則守らず世界征服企む。普通の対日タカハクレッソン欧州問題、担当省が、発言からである。その後も、各全国紙週刊誌などは、クレッソンの日本や日本人についての発言を大きく、取り上げて、批判報道を繰り返したことにより、 問題が拡大し、アメリカなど、他の国々のメディアにも取り上げられた。特に人種差別的であると非難されたクレッソンの発言として、首相在任中に、日本人は、うさぎ小屋のようなアパートに住み、2時間もかけて通勤し、高い物価に耐える、アリのような生活をしている、日本人は黄色いアリなどと、公式な場で、発言、こうした発言に対して、 日本政府から正式な抗議を受けるという異例の事態に至った。だが、クレッソンは、市場問題で我々に教訓を与えない国からの抗議は受けられない、と反駁し、抗議には直接答えずに日本への嫌悪や非難を繰り返しただけで、一連の嫌悪発言の撤回や謝罪を拒否した。また実際には、日本人の住環境とフランスのそれに大差があるわけではなく、 国際統計には、日本の1個あたりの平均の床面積はフランスより、広いとするものもある。過去には、ニューズウィーク氏のスコット・サリバン欧州総局長に、日本人を、黄色いチビどもと表現した。日本の世論はクレッソンに対して降下し、右翼団体の外戦者が、フランス大使館に押し寄せる事態となった。週刊、文春は、クレッソンをもういい加減に旋回。 日本が敵とは、失礼千万とを題した記事を掲載し批判。在日フランス大使館は、日本人は、ありとは、褒め言葉との見解を表明した。ただし、非公式な場ではあるが、日本大使の面前で、日本人はあり。何度殺しても出てくるありと発言したともされる。アングロサクソンへの嫌悪でも知られ、ほとんどのイギリス男はホモだとも発言。こちらは、 イギリスのタブロイド誌に、イギリス男に振られたのではと皮肉られた。ありがとうございます。